山さん、今回は団子餌を使った超人釣りを解説していきたいと思いますが、まずはじめは餌落ちメモリから。この浮きではどこが餌落ちですか？もうちょっとですね、この辺です。はい、この辺が餌落ちです。大丈夫ですか？これでもね、すっごい食いが早い時はもうちょっと上にすることもあるんです。この赤が、その上の2つ上に赤があるでしょう、あれが沈んだぐらいの時がいい時もあるし、で入れて釣らなきゃいけない時はちょっと今ぐらいにするんですけど、だからそれを例えば点々の釣りでもちょっと変えてやってます。こう馴染んでって、もう馴染みきるまでに当たりが出ちゃう時はもうちょっと餌落ちを上にしたりするんですけど。小屋さん、この深中釣りっていうのは、はい、初めてやる人、多分なんでそんなところで釣るんだって分かんないと思うんですけども、はい、その深中釣りの意味みたいなものっていうのは分かりやすく説明するとどんな風になるんでしょう？そうですね、例えば一般的に、なんですけども、例えばこういう管理釣り場なんかでやってたら、浅い玉というかちょっと型が揃う、するとですね、釣りも一日ある程度安定して釣れるみたいなとこが結構あるんですよ。ですからどうしても浅い棚で数釣るか、ある程度深い棚でしっかり型を揃えて釣るか、選択が2つありますよね。ですからこれはどっちがいいとは言えないんですけど、でも深い棚の釣りもこれ非常にまたある程度型が揃って釣れるので魅力があると思うんですよ。また深い棚でその餌だとか、その釣り方みたいなのがちょっとまた浅い棚とは違うところあるんで、ただこの意外とこの深い棚の点々の釣りっていうのは浅い位置から入れパクになることがちょっと少ないんですよ。ちょっと釣れ始まるのがちょっと遅いんで、それで周りで例えばね、浅い棚でポコポコ釣られちゃうと焦っちゃうとダメだと思うんですよ。だから浅い棚深地やろうと思ったら一日通して何本みたいな考え方でいかないとなかなかうまくいかないと思います。深中の場合は例えばどうしても棚が深いですから、あんまり浮かしてもしょうがないし、ある程度棚まで持ってくれなきゃいけないから、どっちかというとちょっと粘っ気のある餌がいいと思ってます。それでちょっと粒子が荒くて魚も寄せられるような2パターンを持ってるとすごく釣りが楽だと思うんですけど、それでもって浮きの動きを見ながらどっちの餌をしようかなって使い分けていくと、例えば上手な人はね、その今使ってる餌がどうもダメだったらどん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 手直しして合わせていけるんですけど、とにかく初めてやる人にその手直しをどうしたらいいかわからないじゃないですか。だから例えばちょっと粒子が細かくてちょっと比重がある餌と、それから魚をそんなに比重がないんだけど棚まである程度持つ餌で魚を寄せられる餌と2パターン持ってると随分釣りが楽になるんで、それで自分はいつもそうしてます。じゃあ最初に作る方は、はい、これは魚をちょっと寄せられる方の餌です。はい、これグルバラが2杯入れます。それとこの点々、これもちょっと粘る餌なんですけど、グルバラも粘る餌です。これも2杯です。それにこの GTS、これは粘りはそんなに出ないんですけど、ちょっとこれ粒子粗いんです。少し粒子粗いですから、これを2杯、覚えやすいに自分はもうオール2なんです。でこれにこの粘力を1杯入れてください。粘力を1杯、でこれをまずよくかき混ぜて、粘力はこの水入れないうちにかき回した方が
混ぜた方がいいですから。でこれに水を2杯入れます。でこの時よくかき回してください。粘力だとか他の餌がよく平均に混ざるように。そしたらこれちょっとこう平らにしといて、でここへですね、最後はこのスーパー団子。これなぜこのスーパー団子を入れるかっていいますと、どっちかというとここに今入れた餌はほとんどどっちかというとちょっと粘っ気のある餌なんです。で最後はこの締めるのにはちょっと軽くて粘れない餌で、ちょっとこれでボソを作ります。どうしても粘っこい餌ですから。でこれを2杯入れて、でこれは最後のスーパー団子がよく混ざるまで丁寧に混ぜてやればいいです。で混ぜたらこれは一箇所にまとめないで、どっちかというとこういう感じで空気入ったまんまにしておきます。なぜかと言いますと、この餌はある程度魚寄せる餌ですから、一箇所にまとめて圧かけちゃいますとどんどん粘りが出てっちゃいます。でこうやって空気入れっぱなしにしておきますと、そうすると空気入ってる部分だけその経験化が少ない、そういうのも非常に大事ですから、これはもうこのままにしておきます。でもう一つは、魚が今の餌でもってどうしても浮きが入らなくなる、そういう時にはちょっと比重があるそっちの餌に変えたいんで、最初からこの2パターンを作っちゃいます。それにはまず夏、これは多少比重があってあんまり途中で餌を開かさない性格があります。ですからこの性格を利用するためにこれを1杯、それから同じちょっと睡眠系なんですけども、もうちょっと軽くて軽い睡眠系の餌ですね、これを2杯入れます。これを2杯、それから今度はそのある程度ボソッケ出すためにこのマッハ、これを3杯入れます。これはどっちかというと粘らない方の餌ですから、でこれをこの粘らない餌を利用してこの餌を仕上げていきます。でこれを3杯、この餌は自分なんかこれを 1,2,3 の餌ってよく言ってるんですけども、本当に 1,2,3 なんです。でこれはですね、ちょっと粘力をちょっと入れてください。これはこの粘力の入れ方っていうのは絶対がないんで、最初は自分は2杯ぐらいでやっていきます。こういう管理釣り場ですと。でこれもよくかき回して、でこれに水2杯です。でこの餌もどっちかというとあんまり一箇所にまとめないで、こうやって平均的にしておけばいいです。で自分はこれにこう蓋をして、最初に使う餌はこっちからいつも始めていきます。針の付け方なんですけど、特に点々の場合はこういう管理池、このあったかい時期っていうのは魚が上ずりますから、必ずこう丸めるときに表面を丁寧に丸めることです。こうやって表面だけ練っといて、中は練りません。そうすると棚までこの表面の粘りで持たせてくれます。で棚入ってからは今度膨らみが早いんで、中練ってませんから
だから食いが早いとそう思ってます。でこの表面の転がし方で入れたり入れなかったりできますから、ちょっと持たなかったら転がす回数を増やせばいいし、それから針をつけ入れる時はですね、特に提灯の釣る場合はこの餌付けが大事です。でこれはですね、必ず針をこう持ってきて、この団子の感じでなるべく丸くつけるようにします。これ大事なのは、団子をこうやってつける人も結構いるわけです。これでもいいんですけど、これだと抜けが早いんです。それで必ずこう自分はこうやってやって、針がですね、だいたい針の血元がこの餌の真ん中よりかちょっと下ぐらいに行くようにつけます。こういうふうにして、この餌のつけ方が非常に大事ですから、これはしっかりやってもらいたいなと思います。最初ヘラがいないときはちょっと大きめに打てばいいですね。少し大きめ、浮きが立つよりかちょっと大きめに打って、で寄ってきたらなるべく浮きが立つ位置だけど、必ず重りと餌をいっぺんに沈めちゃうと必ず絡まるんですよ。だからちょっと餌がちょっと餌を右に落としたら、重りをちょっと左に落としてやるといい。よく落とし込みってバチャバチャっと落とした人がいるんですけど、そうすると必ず絡まっちゃう。重りと餌が一緒に落っこっていくと絡まっちゃうんですよ。そうすると当たりが出ないんで、やっぱし特にこの点々の釣りって落とし込みが大事じゃないですか。だその辺を勘違いしないようにした方がいいですね。ビギナーの方だと当たりがなくてこう待っちゃうんですけども、はい、そんな時こう浮きが動かない時ってのはどのあたりでこう餌を切っていったらいいんでしょうね。そうですね、あんまり早く切ると、例えば動かないような餌でやってる場合、あんまり早く切ると魚どんどん上ずりますから、やっぱりしっかり馴染んで、それで例えば動かなかったら2節か3節ぐらい上がってきたら切ればいいと思います。最初しっかり入れるような餌でやるじゃないですか。それでもう馴染み切ったところでポッポッと切ると、必ず1尺や2尺ぐらい下手すると上でもって切れるじゃないですか、針切れが。だからなるべくちょっと上がってきてから、3節ぐらい上がってくれば餌が結構柔らかくなってますから、そうするとパッて切ってもその場で針切れしてくれるんで。じゃあこう浮きが立ちまして、はい、どのあたりかの当たりっていうのを取っていくんですか。そうですね、自分は餌落ち前後からでも、例えばパッていい当たりしたら取っていっちゃいます。でも最初は必ず馴染ませることが大事ですね。魚が寄ってこないうちはしっかり潜るぐらいの感じの餌でやっていけばいいと思います。で食い気があるときは比較的早い当たりでもこうついてくれるんですけど、食い気がないときはしっかり入れてからナザイ取ってる方がいいですね。食わないヘラがね、変に上ずってくるんですよ。だから火によってね、上から追っかけてって食ってくれるような時だったら早い当たり取っててもいいですけど、今日みたくちょっと上から追っかけてくれないですから、そういう時はある程度ちょっとこうなるべく入れ気味にして、でいい当たりだけ取っていくようにした方が。針巣の長さっていうのはどういうふうに決めていくんですか。と自分はだいたい標準がね、だいたい55の70ぐらいからいつも始めるんですよ。それで今日もそうだったんですけど、それでどうしても今自分が使ってる餌でと浮きでもってこう、しっかりこう下へ落とすあたりが出ないんで詰めていきました。である程度自分がこうやってるこの餌で今まで、まあなんとかなるなっていう感じの餌でやってますから、その餌でもって
例えばその揉まれてて音さたりが出ない時は、自分はまず餌を直すよりかはあの針巣を詰めていきます。で最初55の70だったんですけど、今30、40でやってます。で今日はなんかこの棚の方が全然当たりが決まるんで、だからそのそういうことも大事ですよね。あの浮きの大きさが適当でないために釣れないってこともあるんですか？ああもう全然あります。あのどうしても餌が入っていかなくて、こう突き上げが多くてでこう入っていかないときは浮きを大きくした方が全然楽ですね。だから自分は例えばノズリと比べると管理池の方が浮きちょっと大きめにします。例えば同じ竿の長さでも、それの方が意外と釣りやすいんですよ。だから慣れないうちはやはり大きな浮き使った方が当たりがきれいに決まりますから、あのいいと思います。いかがでしたでしょうか。両団子の提灯釣りはダム湖をはじめ野釣りでも試す機会が多いものです。しっかり習得してください。Thank you.